屋外のバージンロード。米国バージンロード。バージンロードは、キリスト教式の結婚式において、結婚式場の入り口から祭壇に至る通路を呼び、そこに敷かれる布を刺す、日本の結婚式場業界が名付けた和製英語である。英語では、結婚式場の通路であることを明確にする場合は、ウェディングアイルを使用する。ただし、教会建築で、単にアイルといった場合は、 即労のこととなる。プロテスタントの教会では白い布が敷かれることが多く、カトリック教会では赤い布が敷かれる場合が多い。教会で行われる結婚式において用いられる場合は、神父とその父親がこの布の上を歩いて入場する。また式場、ホテルに、併設の結婚式専用チャペルでは、通路に敷かれた青の絨毯、また通路そのものを指すこともある。バージンロードとは、 今まで歩んできた道とも言われている。家族と歩んできた道を結婚式の当日に父と進み、その先に新郎が待っている。そして新郎と未来への道に進む。ライスシャワーやブーケトスと組み合わせた演出も行われる。バージンロードは新郎、新婦、また立ち会人や両親が歩くことを許され、参列者は壁に沿って入場することがマナーであるとされる。欧米では、教会、 レストランまた画像のような屋外でウェディングアイルランナーを敷く演出が行われている。ありがとうございます。